実は会社立ち上げてまして、なでしこリーグでサッカーするのが、すごい怖かったんですよ。当時のキャプテンとかに、なんかやばいやつ入ってくるから指導しろみたいな感じで言われてたらしくて。毎日がチートデーのゆうきです。今回のゲストは、現役サッカー選手の下山田志保さんです。下さんお願いします。お願いします。お願いします。番組ご覧になりました？はい。どの回ご覧になりましたか？その、かなえちゃん、テックボールの代表のかなえちゃんの回と、あと、持田さん。あ、持田さん、はい。はい。はい、懐かしい。女性の、はい、持田さんと、あと、長谷川太郎さんが個人的に知り合いで。あ、そうなんですか？はい。太郎さんがいると思って、その回も拝見させていただきました。で、定期的にお会いされます？いや、定期的には会わないんですけど、太郎さんが以前女性のチームを指導されてた時があって、そこになんか遊びに行ってたんですよ。なんでこう、Facebook 上とかでたまにやり取りしたりとか。あ、そうですか。はい。それぐらいですね。太郎さんめちゃめちゃ紳士でいい人ですよね。あの人はそれこそイケメンですね、イケメンですよね。はい。めちゃくちゃイケメン。僕にもすごい優しく接してくださって。あ、本当ですか。絶対下ネタ言わないんだろうなって。いや、わかる。そうですよね。言わなそう。今は、スフィーダ。スフィーダです。スフィーダさんに所属されてて、定期的にお金はいただいてるんですか？いや、今は、サッカーではお金もらってないです。何で、働いて？そうですね。結構女子サッカー選手は、基本的に、日中スポンサーのところで働いて、夜サッカーするみたいな生活が、基本というか、多いんですけど、自分はスポンサーさんのところで今お世話になってなくて、今日個人的に仕事をしてお金を、もらってる状態です。あ、そうなんですね。はい。今何のお仕事されてるんですか？仕事としては、LGBT 関連の講演会とか、はい、イベントとかがまず一つ。はい。と、まあ、二つ目としては、実は会社立ち上げてまして、はい、でそっちはまだお金がちゃんと回ってる状態ではないんですけど、今、アスリート向けの生理用品の開発を準備をしているところです。社長さん。名前だけの。いやいや、社長さんじゃないですか。とりあえず名前だけで。え、その生理用品の開発は、どっかの資本が入ってるんですか？いや、入ってないです。今もう、なんて言うんだろうな。もうすでに商品があるんですけど、それは台湾の商品を日本の企業さんが代で卸していて、そこに今コラボっていう形で入っていくっていう状態です。ああ、なるほど。はい。え、じゃあ、株式？株式ですね。え、その立ち上げのお金ってご自身で？自分共同代表なんですけど、はい、今二人でその資金を集めて、とりあえず立ち上げたっていう状態になります。ああ、立ち上げる自体もお金集めて？そう、二人でもうとりあえず今あるお金でっていう形です。なのでこれからそれこそ資金調達とかもうしなきゃいけないっていう話はしていて、ちゃんと事業として回すためには。なのでそこも今頑張っているところです。うん、ドイツにはなんで行ったんですか？ドイツは、大学4年生卒業してからドイツに行ったんですけど、そもそもサッカーを続けるってなった時に、じゃあなでしこリーグ、日本の女子サッカーリーグでやるか、海外でやるかって2つがあって、なでしこリーグでサッカーするのが、すごい怖かったんですよ。え、どうして？なでしこリーグって今プロリーグじゃないんですね。アマチュアリーグなんですけど、だからさっきも言ったんですけど、みんな、スポンサーのところ働いてサッカーしてってなった時に、キャリアのこと考えたらめちゃくちゃ怖い選択肢だなと思っちゃって。ああ。なぜかでもプロになるよね。一応。1、2年後？来年の予定ですけど、なんかそれも結局選手全員がお金をもらうとかそういうことじゃなくて、あ、そうなんだ。っていう話は噂ですけど、ひらちゃん聞いてるから、まあ、ちょっと怖いんですよ、キャリア的に考えると。っていうのがあったので、だったら一回海外行って、サッカープラスアルファが、手に入る環境に身を置きたいなと思ったからドイツに渡った。ドイツで得たものって何ですか？そう言われるとすごく難しいなと思っていて、ドイツに渡った時って、そのプラスアルファが海外に行ったら絶対に手に入ると思って渡ったんですね。うん。その時は。渡った時は。でも実際に渡ってみたら、勝手にプラスアルファって入ってくるもんじゃなくて、自分がちゃんと自分の頭で考えて、行動してってしないとそれが手に入んないってことが、なんか向こうに行って分かったんです。ただぼーっとしたらそのまま時間は過ぎていくみたいな。っていうのが収穫だったと思います。向こうに行った。サッカー自体のレベルは日本と比較して、やっぱり上ですか？下ですか？めっちゃ難しいですね、それも。比較するのすごく難しいんですよ。ああ、そうなの？サッカーのスタイルは全然違うから。けど、
なんだろう、サッカー選手としての意識のところで言うと、はい、断然向こうの方が上というか、なんか意識が高い。プライドがある。みたいな。ところはあると思います。どういう時に感じました？彼女たちはすごく見せ方が上手、選手としての。だからどうしたら、その、まあ、自分が楽しいだけじゃなくて、観客も楽しむことができて、クラブとして、かっこよく見せられるかみたいなところを、なんかすごく分かっている。ところは、やっぱり日本の選手と違うなって思うし、勝ち負けにすごく貪欲なところも、やっぱりその、サッカーをして楽しい以上のところを見てるからだと思う。練習からやっぱり、そういう感じを。だから練習は正直めちゃくちゃ緩かったんですけど、その本当に勝負、それこそ1対1とか、紅白戦とか、なんかそういうところの勝負の熱量は全然違いますね。もう潰し合いみたいな、それこそもう格闘技みたいな感じだと思います。オンオフがはっきりしてるっていう。そうですね。羽生選手もこの間飲んだ時言ってたんですけど、はい、試合でめちゃめちゃ点取ってる外人がいるんだけど、うん、はい、でも練習の時だと、ポジション練習とかしても、全然意味不明な動きたり。めっちゃわかるかもしれない。でも試合になると点取る。うん。で、だから結局使われる。そうですね。結果が残すから。あ、そう、やっぱわかる？めちゃくちゃわかります。でもなんかそういう選手が、まあ、クラブに一番貢献してるじゃないですか、それって。だからなんか一番合理的っていうか、効率がいいですよ、うん、きっと。けどなんか日本はその、それ以外のところをすごく重視してスタメン選んだりするから。プロセス見てね。そうですね、うん。なんかそれって本当に一番クラブのためなのみたいに思っちゃうときは今でも。日本人でそういうことする選手って、やっぱりあんまり、本田圭佑さんとか、うん、ちょっと僕わかんないけど。はい。自分も全然わかんない。わかんないけど。なんかね、大事なところで、結果ビシッて決めてって、はい、うん。走る練習あるじゃないですか。向こう行ってびっくりしたのが、ね、リーグが始まる前に走る期間みたいなのがあったんですよ、向こうのチームで。自分はその走りとかもう100でやるのが当たり前って環境ですごい今まで育ってきたから、もちろん100でやってたんですけど、なんか絶対それ100じゃないじゃんみたいな走りをするんですよ、結構みんな。なんかこう自分の中の OK なレベルで走れたら OK みたいな感じの走り方をするんですね。それ見てやる気ないじゃんみたいな感じで思っちゃったんですけど、でもなんかそれでも試合に出たら、一番やる気なさそうな選手がすげえ頑張るし、すげえ走るし、それで点決めるし、なんか、それでいいんだなっていうか、彼女なりの頑張る基準みたいのがあって、かつ、クラブのために自分ができることみたいのもちゃんと分かっていて、それをなんか、ちゃんとその場その場で出してるんだなっていうのが見えたから、それだ、日本何やってんねん、みたいな。そうなるよね。効率悪って思っちゃいましたね。なんか、それを良しとしない空気感があるじゃないですか、やっぱり。こう手抜くのダメだみたいな、うん、っていう環境にいたらやっぱ自分も今だからそれができないし、ドイツにいた頃はそっちの方がいいと思ってやって結果もちゃんと残すってスタイルにしたけど、正直今はなんかそれができないですね。浮いちゃうよね。めっちゃ浮きますね、それやると、うん、森崎さんって知ってる？森崎義行さん。誰ですか？森崎義行さんって記念すべき第1回ご出演いただいた、はい、元ジェフ、へー、一船のスーパースターで、はい、消えた天才って番組あったけど知ってる？その番組は知ってます。その番組も出てたんだけど、へー、まあ、かなりぶっ飛んだ先輩なんだけど、はい、森崎さんは昔トライアウトっていうの、うん、あれでなんかみんなこうダッシュで走ってたらしいんだけど、はい、一人だけチンタラ、カッタリーからチンタラ走ってたらしくてで、なんで走んなきゃいけないんだよみたいなこと思ってたらしくて、でチンタラ走ってたらもう帰っていいって。あ、そうなんだ。言われたって。でも相当すごいハートの持ち主ですね、それは。強強ですね、ハートが。うん。まあ、ぜひその回も見てください。見ますね。言われたって言うけど。でもまさに、でも外人だとそういう選手もいるってことだよね、きっと。そうですね。外国人多分、そういう選手の方が多いんじゃないかなと思いますね。はい、私、茨城県出身なんですね。で、茨城県のつくば市っていうところで中学までプレーして、高校から東京に出てきてるんですけど、なんか茨城ってすごく女子サッカーの人口が少ないってこともあって、簡単にサッカーやってたら県代表になれるみたいな。ああ、なるほど。ぐらいのレベルだったんですよ。で、一方で東京ってすごく人口が多いし、まあレベルも高いんですよ。っていうまあ違いがあっ
で、だからこう中学までは、なんかすごい自分サッカー、まあまあできんじゃん、みたいな気持ちでいたのに、高校に入ったら、もう先輩も代表クラスの選手いっぱいいるし、なんかそもそも人数がめちゃくちゃ多いし、学校軍隊みたいだし、出花くじかれたじゃないですけど、結構おめえなんか大した選手じゃねえよ、みたいな感じで、結構へし折られて、高校1年生の頃に。でも人間的にも結構クソ野郎だったから、先生とか先輩にも目つけられてて入った時から。クソ野郎ってのは具体的に何かしてたんですか？中学校が結構ヤンキーの友達が多かったんですよ。ああ。だから結構先生とかも盾ついてたし、ああ。挨拶もちゃんとしないみたいなやつだったから、なんかそれがそのまま高校入って結構やられましたね。ヤンキーだったんですか？自分はヤンキーじゃないと思います。友達が多かったから。ああ。それが普通のような感じに、そうですね、はい、それは目つけられますよね。めちゃくちゃ目つけられます、ね。それは。はい。先生とかに、自分が入る前から、当時のキャプテンとかに、なんかやばいやつ入ってくるから指導しろみたいな感じで言われてたらしくて、もう入った時からもう先輩に呼び出しみたいな。実際それでなんかされました？ぶん殴られたり。多分あんま言えないんですけど、まあ普通に殴られるっていうか、普通に。まあいろいろありましたね。まあでも昔の話ですからね。まあそうですね。ね、だからむしろそこで叩きのめしてもらって本当にありがたかったなと思ってて。そのまま、その茨城間を引きずって、大人やってたら相当やばいやつだったなと思います。視野の狭い、つまんないやつになってたと思います。千葉とかそんなことないですか？めちゃめちゃありますよ。ヤンキーってことですよね。そうです。なんかこう、胃の中の蛙じゃないですけど。ああ、そういうのは僕の中では、もともと多分王様だった。のが王様じゃなくなったみたいなイメージすると分かりやすいのかな。極端に言うとそういうことかもしれないですね。極端に言うと、はい、僕そういう王様だった時がないから、あ、全然ないです。まあヤンキーはもちろんね多かったですし、まあこういった格闘技してますから。確かに。まあ、でもうちのジムはあんまいなかったな、まあそういう。ジムによってやっぱカラーみたいなのがあるんですか？うん、あると思う。僕全然知らないんですけどボクシングのこと。はい。でもうちはすごい見た目優しそうな、で先輩なんか一回居酒屋で絡まれて、はい、車のキーをここにこう入れられて、でなんかこういう風にこうすごいこう傷だらけになっちゃったんです、こうやって、でそれまで耐えてたんですよ先輩、はい、でも灰皿持ち出しちゃって、その酔っ払いが、はい、で頭やられそうになったからっつって一発ガンってアッパー入れて、かっけえ何その伝説。まあ、全然伝説じゃないけど、カミングアウトしようかなって思ったんですか、はい、ドイツがきっかけ。まあ、ドイツに行ったってのももちろんものすごくでかかったんですけど、ドイツって同性婚認められてて、めちゃくちゃストレスフリーだったんですよ、ドイツでの生活が。なんか普通にシモって男と女どっち好きなのみたいな感じで聞いてくれるし。あ、そうなの？そうなんですよ。めっちゃ緩いというか、なんて言うんだろうな。でもそんな人たちいて当たり前っしょみたいな空気感があって、めちゃくちゃ楽だったんですね。逆に、日本はやっぱそういう空気感ないし、まだ。親にも言ってなかったとか、まあいろいろ嘘をつかなきゃいけないシーンみたいなのがすごく多くて、結構辛かったんですよ、そのドイツと日本とのギャップが。なんかこのまま嘘ついて過ごすぐらいだったら、もう公表して、誰にも嘘つかなくていいようにしたいと思って、もうカミングアウトを、なんでも今とか嘘つくことないですね、日常の中で。楽っすか？めっちゃ楽ですね。多分僕の世代のが学生だった頃って、やっぱりまだまだ、認知が低くて、抵抗があったのかもしれないけど、うん、別に今はね、特に聞いても、ね、へーってなっちゃうけど、俺なんか。そうですね。ゆうきさんの世代が結構境目な感じはするかもしれないです。ゆうきさんより上の世代は結構、え、何それとか、そんなありえないっしょとか言ってくる人とかも普通にいるし。今でも？いますね。なんかさっき、こう一連のキャリアの話を聞かせてもらったと思うんですけど、アスリートをまあ引退したのっていつでしたっけ？ 21、2 ぐらいかな。21、2。その引退した時って、なんか自分のキャリアのこととかどんな風に考えてたの？これからのセカンドキャリア。そうですね。引退した、その時に考えていたこう自分の人生プランとかってありました？ざっくり言うと、はい、社長になる。ざっくり言うと。はい。でもこう、プロボクサーになるっていう夢を掲げちゃって、たのがアスリートとしてはダメだったのかなって思ったんだけど、ああ、なるほど。そこがやっぱり天井になっちゃった。そこでもうプロとしてのこれからっていうのが一生懸命やってたけど、やっぱりハングリー精神がないというか、うん、うん、だからまあ結果も出ず、僕引退するって明言してないんで。そうなんですね。
サッカーとかと違って、なんて言うんだろうな。ちょっと違うんだよね。こう、ボクシングジムに所属するっていう、はい、感覚って。うん。あんまり引退宣言してる人って少ないと思うけどな。あ、僕らみたいな、底辺みたいなね。あんまりよくわからないんですよね。格闘技界のことは。そうなんですね。だからちょっとお行儀が悪いというか、はい、全然嫌な雰囲気とかないけど、はい、関係性悪くないけど、なんとなくこう、やめてった。あ、そうなんだ。なんか悲しいですね、でもそれも。うん。そうだね。まあいろいろあったからな。なんかまあガキだったし、先生が二人いて、はい、すごく親しくさせていただいてる若い先生が辞めちゃったんだよね。うんうん、で、初めてトレーナーが変わったっていう、はい。で、その時に非常に受け入れられなかったんだけど。なんでですか？なんでだろうね。やっぱり当時はやっぱあれじゃないの。ずっと教えを請うてた先生がいなくなって、新しい人が全然違うスタイルで、接することに対して、すごく抵抗があった。理由は、なんだろう、だって、比較だろうね。比べちゃったんですか？多分、うん。前はこうだったのにとか。なるほど。過去見ちゃったんですね、感じ。そう。でもそういうのって、ね、社会経験積めば、そんなこと良くないって分かってくるじゃん。まあそうですね。でも当時はね、20歳、21ぐらいの出来事だったんで、でもそんな中でも、試合はしたのよ。その先生に変わってからも。はい。で、受け入れられない自分をダメだって思って、感情は動かないけど考え方は変えられると思って、うんうん、考え方変えて、じゃあ一試合しますと。はい。して、それでも負けちゃったけどね。負けちゃったんですね。負けちゃった。それがとどめだったのかな。で、まぁ、あ、ちょっとごめん、質問に対する回答は、社長ってことしか考えてなくて、はい。当時はね、うん。でも後にスポーツだ、はい。やっぱり俺にはスポーツだと思って、うん、スポーツに間接的に携われるものから始めようってことで、体を鍛える業界に入った。はい、なるほど。イレブンチャレンジというコーナーがありまして、はい、11秒以内に私にパンチが当たったら、粗品プレゼントっていうコーナーがあるんですけれども、はい、やりますか？やります。やります？どういうこと？ 11 秒間殴ろうとすればいいってことですか？殴る。殴ってパンチが一発でも当たれば、粗品プレゼント。じゃあ、イレブンチャレンジ、どうぞ。お願いします。番組は、はい、私がゲストの方をお招きしまして、ゲストが次のゲストの方をご紹介していただいてですね、うん、最終的にはタモリさんまでたどり着きたいという野望を持っております。はい、下さんにもですね、ご友人を紹介していただきたいんですけれども、はい、一人スペインで女子サッカー選手をしていた方が今日本に帰国しているので、はい、その方を召喚できたらと思っています。 ありがとうございます。はい、お名前は富山ひとみさん。富山ひとみさん。はい、富さん。うん。富山ひとみさん。はい。楽しみにしております。はい。では、下さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。タモリチャレンジは、5つのラインで紹介ネットワークが広がっています。1つ目のラインは、山根さんのブルーライン。2つ目は、森崎さんのレッドライン。3つ目は、太郎さんのイエローライン。4つ目は、ニミちゃんのパープルライン。最後5つ目はオレンジラインの紫藤さんという具合に、それぞれのラインで紹介のラインが進んでいきます。果たしてどのラインがタモリさんまでたどり着くのでしょうか。皆さんも今後のタモリチャレンジをお楽しみにしてください。それでは皆さん、また次回にお会いしましょう。ありがとうございます。